皆さんこんにちは。こんにちは。はい、本日はお忙しい中、レク公認会計士科のイベントにお越しいただきまして誠にありがとうございます。司会は私、中島が務めさせていただきます。よろしくお願いします。でこちらは、公認会計士の吉田さやかと申します。本日は短い時間ですがよろしくお願いいたします。少しでも公認会計士というものを知っていただいて目指してみようかなと思っていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですね、始めさせていただきたいと思います。女性公認会計士が語る合格までの軌跡と働き方ということですね。はい、まず、吉田さやかさんの略歴をご紹介させていただきます。2012年4月早稲田大学政治経済学部国際政治経済学科入学と、ね、若いですね若い、今若いですね、私42ですけどね、すいません。2015年11月に、つまり3年後ですね、入学して、3年後ちょっとで、公認会計試験合格と、大学4年生の時に合格されました。まあ、合格発表が最終合格っていうんですかね、はい、担当と論文ありますけど最後の論文合格発表が11月なので、この時に分かったと、はい、2016年3月だから、4年生の時の卒業の月ですかね。そうですね、はい、で早稲田大学政治経済学部国際政治経済学科を卒業と、はいはい、あまり会計士と関係ない、全くそうですね、分野は関係ないですね。ないですよね、なるほど、はい、なのに、まあ、受かったということですね。で2016年4月の、4月にですね、大手監査法人に入所、まあ、入社って言わないんですかね。そうですね、なんかまあ一般の会社とはやっぱり違うので入所っていう言葉を使ってます。なるほど、分かりました。で、2019年9月、3年半ぐらいですかね、経ってから株式会社東京リガルマインド弊社ですけどもとの業務委託契約を締結いたしました。大手監査法人での実務課、まだ監査法人変わってないですよね。はい、今も勤務はしています。なるほど、大手監査法人で会計士として活躍されながら公認会計士講座の講師としてダブルワークということですね。はい、で、公認会計士というそのことをちょっと知らない方が結構いるかなと思いまして、はい、ちょっとですね、公認会計士って何みたいなのをちょっとね、ご紹介させていただきます。はい、企業が作成した1年でいくら利益が出たか、資産と負債はいくら残っているかといった成績表である、これぜひ覚えていただきたいんですけども、財務諸表。これ企業は作るんですよね。で財務諸表を監査することを主な業務とする国家資格、まあ、チェックするというんですかね、そうですね、ちゃんと作られているかということですかね、はい、でここでいう監査とは財務諸表が適正に作成されているかどうかを調べて判断し意見を表明することを示します。で企業が作成した成績表の社会的信用を支える重要な業務となっております。これちゃんと作られてますよって言われる太鼓判を押すってことですかね。 ですね、うん、でその他にもコンサルティングであったりとか、つまり企業の経営がこのままでいいのかどうかという相談ですかね、それに答えてあげるコンサルティングや、M&A 企業、2つある企業が1つになったりある企業の事業の分野を切り離したり、まあ、ソニーとかそうですよね、ゲーム分野とかを切り離したりとかしてましたよね。そういったことを、まあ、M&A というんですけども、まあ、M&A とかあと株式公開支援 IPO、ベンチャー企業とかが上場してより規模を大きく、ね、株を上場させて、市場で買えるようにする、市場で買ってもらうイコールお金が集まる、企業が大きくなる、そういった株式を上場するのの支援、あと、税務業務、まあ、これは税金の相談、はい、企業の税金の相談などあとグローバル化に伴う 国際財務報告基準ぜひ覚えてください。 IFRS と言います。これ IFRS 昔 IFORS って言ってたんですけどいつの間にか IFRS って変わっちゃいましたけどの導入、まあこの財務諸表を作るルールが
あるんですけども、各国によって違ってたんですね。そうですね。で、そうすると、投資家ですね、企業の投資家が、ルールの違うその成績表を見て、どの企業がいいかどうかって、ルールが違うから、わからないですよね、統一しないと。なんで、統一したものを作ろうということが世界的に高まって、この IFRS っていうのを今導入、日本も導入中ということですね。まあ、この IFRS の導入などですね、これらすべて、会計士の方々が勉強するんですね、試験の中で。ね、こういったものを、まあ、近年の市場にニーズが高まっているこれら業務を担う資格として今、大変注目されています。はい。そういった資格ですね。では、吉田先生に聞きます、はい。公認会計士という資格をいつ知りましたか？私が大学1年生の秋頃だったので、2012年ですね。2012年、はい、あ、大学1年生の時に、お、はい、結構早い段階ですかね。はい、あ、なるほどなるほど。ではもう一つ聞きます。公認会計士を目指した時期ときっかけ、まあ、知ったのは大学1年 で、ね、で時期もその知ってからすぐに目指そうと決めたので、冬頃、大学1年生の冬頃に目指そうと決めました。できっかけとしては何か全力で取り組む何か目標が欲しかったっていうのが一番のきっかけで、まあ、会計士試験の内容とかをあまり詳しく知ってから目指そうと思ったわけではなくて、とりあえず何か大きな目標を持ちたいなっていうのが一番のきっかけでした。であとはその結婚とか出産とかを経ても、まあ、再就職、資格があれば再就職などがしやすいのかなっていう思いもあって目指そうと思いました。なるほど、素晴らしいですね。結構あれですね、資格目指される方で成功される方って結構思い立ったか吉日みたいな、まあ、そうですね、あまり行動早めな方が、うん、知る前に逆に目指し始める方がいいのかなってなるほど、はい、ではもう一つご質問です。大学の勉強と、まあ、公認会計士の試験勉強との両立、うん、まあ、これは社会人の方も同じで、はい、本業というかその自分の今仕事と試験勉強、公認会計士の試験勉強との両立、はい、どのように行っていましたか？そうですね、私の学部は先ほど申し上げました通り政治経済学部で、全くこう商学部などではなかったので簿記等もやりませんでしたし、その全然公認会計士の試験と分野が違っていました。なので、ま、公認会計士の試験勉強に多くの時間を割けるようになるべく大学の講義は、まあ、集中して聞いて試験勉強にあまり時間を割かないようにっていうふうに心がけはしていました。まあ、効率的に単位を取るっていうことを目標に大学の方は勉強をしていました。はい、まあ、そうですよね、大学出席するだけで単位取れるようなやつをちょっとかき集めたのもあったのでなるほど、まあ、社会人の方ですと、まあ、隙間時間とかを多分使いながらやっていくことになるんでしょうかね。そうですね、まあ、通勤時間とか、まあ、大学生の方もね、はい、通勤時間とかで、まあ、暗記物とかをちょっとやったりとか、なるほど、まあ、うまくこう自分でやっぱり工夫はしないと両立は難しいということですね。はい、逆に工夫をすれば可能性は広がると、ね、なるほど、はい、で試験勉強で辛かったことは何でしょうか？辛かったことは、まあ、勉強始めたばかりの頃だったんですけど、私の周りにあまり会計士を目指している友人とかいなかったので、あとその勉強講義を申し込んだはいいものの、どういうふうに勉強を進めていけばいいかっていうのが全く分からず、すごいモヤモヤした時期が結構長く続いていて、まあ、それが今思うと一番辛かったなって思います。で、まあ、その時期を乗り越えたきっかけとしては、その頃レックで一緒に勉強、まあ、一緒にというかたまたま同じ講座、会計士講座を取っていた方がいて、でレックの講師の先生に紹介していただいて、まあ、その方女性の方でもう合格目前の方ではあったんですけど、まあ、その方になかなか勉強のモチベーションが上がらないんですっていう話をした時に、まあ、でも少しでも勉強続けて細々とでも続けているのであれば、まあ、その勉強自体が苦手とかこの分野が好きじゃないってっていうことではないんじゃないかなっていうふうに言われて、でなんか、あ、実は好きなのかなっていうふうに思いまして、で、まあ、まず勉強をもう一回やろうと思うきっかけになりました。であとその方にその、まあ、企業法とか監査論っていう分野が会計士試験の科目があるんですけど、まあ、テキストとかをちょっとかいつまんですごい噛み砕いて教えていただいて、すごいなんかこう面白さが分かったというか、それがきっかけで勉強に取り組む姿勢っていうのが変わってきて、
で、東練っていう、その東安練習の略で東練っていう、まあ、知見問知見テストがあるんですけど、その予備校のテストで点数を取れるようになってくると、なんかこう何か晴れたような感じがしてきて、そこから一気にモチベーションが上がりました。なるほど。やっぱりご友人とかをちょっとね、うん、同じ仲間一人でもやっぱり作るとやっぱりね、うん、違うんでしょうね。そうですね、まあ、今の時代だと、まあ、うん、ツイッター、まあ、ツイッターダイレクトでメールができますから、はい、ツイッターでお互いフォローして仲間を作ったり、あと LINE、はい、とかでね、つながれば、まあ、あれ、はい、ビデオ電話とかもできますからね。そうですね。なるほど。まあ、同じ仲間をやっぱり作った方が、あとまあものすごく大きかったのが、今お話で出たのは、先生にまずちょっと聞いてみるっていうのも、あ、そうですね、やっぱり先生にこう相談できる環境があったってことが、まず自分の中ではすごくありがたかったなと思います。なるほど。まあ、まだ吉田先生の時はなかったんですけど、まあ、レックだと実は先生の LINE ID とかを知れるんで、うん、はい、今 LINE とかで分かんなかったらすぐ聞けたりもするんでね、うん、気楽に、そうですね、できますよね。なるほど、分かりました。試験勉強で良かったことは何でしょうか。良かったことはやはり知識の面で、株式会社の制度っていうのを知ることができたのがまず良かったです。まあ、株式会社ってそのたくさんありますし、言葉は知ってると思うんですけど、やっぱりその内容、どういう仕組みで会社が成り立っているのかとか、株主さんにどういうふうに利益を還元していくのかっていうのは全然深く知らなかったので、まあ、そういうことを会計士試験の勉強をきっかけにそういう知識が身についたっていうのはすごく自分の中で良かったなと思います。で、あとはまあ財務諸表の仕組みでしたり、その、まあ、経理の方のお仕事の内容っていうのも知ることができてすごく良かったと思います。はい、まあ、そうですよね。まあ、株式会社の制度もそうですし、あと財務諸表を作るってことは、まあ、よく聞く簿記も全然会計士試験では必要になってくるんで勉強すると思うんですけど、はい、まあ、簿記って企業の取引を記録することじゃないですか、うん、はい、そうすると企業が何やってるかっていうのが分かりますよね。すごいね、取引とか、ね、まあ、大抵小売業が多いんですかね、会計試験って。だから仕入れてそれを売るみたいな、あれの物の流れとかもすごく分かりますよね。あと財務諸表の中で、まあ、損益計算書、プロフィット&ロスステートメント、損益 PL ってみんな言いますけど、損益計算書とかが読めるようになるんで、あれいいですよね。私とか簿記な、まね、学んだ後とか見たりとかして、損益計算書って公表しないといけないんで、はい、ネットで見れるじゃないですか。なんで私の大好きな企業の PL とか見て、どういう利益の作り方だったりとか、ね、そうですね、まあ、そういうものを読めるようになるっていうのがすごい大きい。それはすごいですよね、うんうん、ありがとうございます。はい、試験勉強でこれをやったら合格できたといったことはありますか。そうですね、まあ、やはり日々少しでも何か勉強を続けていたことっていうのが結局は合格につながったのかなと思います。そのモチベーションが上がらなかった時期も長くあったんですけど、まあ、なんか一問でもテキストの例題一問でもなんか続けるっていうことがやっぱり一番大事だった、それがやったから、まあ、合格につながったのかなと思います。ありがとうございます。そうですね、モチベーション維持でなんかね、例えば講義回数が100コマあると、はい、で100コマまで見れない方もやっぱりいるんです よ、うん、そうですよね、社会人の方って、はい、でそうするともうこちらが用意した講座の回数全部消化しないとが、ね、受からないんじゃないかっていう方おられるんですけど、はい、その段階でもやっぱり講師にちゃんと相談して重要論点だけこうピックアップして、うん、まあウェブ動画だったらまあちょっと早送りしちゃったりとか、そうですね、倍速再生とか 1.5 倍で再生したりとかして、はい、まあ、それ最初からやってもいいんですけど、うん、なんだろう、完璧な状態じゃなくてもまず本試験に行くことが、はい、うん、そうですね、本試験までまずたどり着くっていうことがまず目標にしないといけないですよね。でそれでも実は受かってる方結構多いんですよね、うん、特に社会人の方ってもうこちらが提供、まあ、合格に必要なものは、ね、提供しないといけないんで、はい、それなりのコマ数提供するんですけど講座で、
全部終わってないって方は結構いましたよ、やっぱ、うんうん、でもそれでも受かってるんで、やっぱそういうこともやっぱ知っておけるっていうのはね、今お話しした、うん、先生がお話しした一問でもいいから毎日勉強するっていう、はい、うん、大事ですね、うん、そうですね、5分でもいいからっていうのはありますよね、うん、はい、なるほど、ありがとうございます、重要ですね、はい、では公認会計士の試験制度ですね、もう知ってる方もしかしたらいるかもしれませんが、はい、知らない方も多いかと思いますので、はい、受験資格なし誰でも受験できます、はい、極論言っちゃうと外国の方も、うん、外国籍の方でも受験することができます、はい、で一次試験は単等式試験マークシート方式です。試験は12月と5月の2回あります。で合格発表は12月の試験の合格発表は1ヶ月後の1月、ちなみに今週の金曜日が合格発表ですね、この前の12月のね、はい、で5月の合格発表は1ヶ月後の6月にあります。でいずれかに合格すれば、2回あるんですけどどっちかでいいです、どっちかに合格すれば、二次試験の論文式試験に進めます。単等式試験に合格すれば合格発表の属する年、その翌年、その翌々年の計3回の、論文式試験を受験することができます。で3回とも不合格の場合はまた単等式試験から受験ということになっています。単等式試験に合格すれば合格発表の属する年、何かというと、今年の1月に合格発表がある12月の試験ですと、今年の8月、来年の8月、再来年の8月に実施される計3回の論文式試験に、受験することが可能になると。もちろん1回合格すれば OK です、論文は。っていういわゆる単等合格すると、その合格したという状態がセーブされるんですね。なので、論文式試験に集中して、勉強することができるというちょっといいシステムですね。そうですね、うん、昔実は違ったらしいですけども、うん、はい。でこの二次試験である論文式試験は筆記試験になります。試験は8月に実施されて合格発表が11月、つまり3ヶ月あるんですね、はい。まあ、論述式なんで、マークシートと違って機械で成績が、うん、な先生がこう、ね、全部一個一個見て丸つけてるらしいですけど、ね、長いですね、長いですね、3ヶ月かかると。でこの試験に合格すれば、論文式試験に合格すれば公認会計士試験合格になります。これは履歴書に書くことができます。で永久に消えることはありません。1回でもこの論文式試験に合格すれば、なんか犯罪とか、ね、犯さなければ、消えることはないということですね。はい、ここでご質問です。単等式試験、一次試験は学習をスタートしてどれくらいの期間で合格されましたか？期間としては2年です。2015年の1月に合格しました。なので12月の試験に合格しました。大学3年の冬ですね、はい。まあ、でも3回受けました。3回目でやっと受かりました。半年に1回ありますからね。そうですね、3回目でやっと受かりました。なるほど、はい。じゃ結構失敗した。そうですね、一発合格はできなかった、できなかったってことですね、はい。結構苦労されたってことですね。そうですね、担当に一番苦労しました。なるほど。まあ、弊社の普通のコースっていうのは1年合格コースですから、す、ね、まあ、結構かかったってことですね、うん、そうです、はい。なるほど。で論文式試験、二次試験は、担当合格から起算してですね、どれぐらいの期間で合格されましたか？期間でいうと7ヶ月ですね。担当1月に合格発表があって、1月に合格できて、その年の8月の論文に、まあ、受かって、まあ、合格発表は11月なので合格発表までの期間を計算すると10ヶ月で合格しました。なるほど、素晴らしいですね。だ、まあ、学習期間でいうと担当合格が1月で、はい、8月の試験に受けたってことですから、はい、まあ、7ヶ月ぐらいの学習期間、はい。なるほど。だからあれですね、担当合格は結構苦戦されましたけど、ね、論文はもう7ヶ月後に一発合格する。論文はもう一発で決めたい。なるほど。だからこれで在学中に、大学在学中に合格できたということですね、はい。なるほど、はい。でレックの、じゃあその勉強して思った講座のカリキュラムはどうでしたか？レックのカリキュラムの特徴としては、やはり担当合格コースと論文合格コースというのは完全に分かれているので、その最終的には論文までもちろん合格しないといけないんですけど、まず担当に特化するっていうそのシステムが自分の中ではすごくやりやすく、目標を明確にできて、やりやすかったなとは思っています。はい、
でここでちょっと試験制度のお話をさせていただきたいんですけども、担当式試験、論文式試験2段階ありまして、合格率なんですが、担当式試験、まあ、ここでね嘘ついてもしょうがないですから、担当式試験1回あたりがですね 10% から 15% です。やはり難関資格であることが分かると思いますが、これを合格された方が論文式試験に受験できます。この論文式試験を受験された方の中からだいたい 35% の方が合格するということになっています、はい。なんで、担当式試験は非常に難易度は高いんですけども、吉田先生の、まあ、状況を見て分かる通りですね、論文式試験はなんと 35%、 3人に1人以上が合格するという、非常にですね、実は論文は受かりやすい。そうですね。しかも年3回、あ、年3回じゃない、すみません、計3回チャレンジできますから、35% のものを3回チャレンジできるということですから、確率論的にはかなりの確率で合格できるということが見て取れると思います、はい。で、一般的なカリキュラム、まあ、他社さんの講座のカリキュラムなんですけども、まあ、基本的にですね、担当に向ける対策講座を 赤の矢印、論文に向ける対策講座を青の矢印でいくと、基本的にこの赤と青を同時に申し込むことになります、はい。担当と論文、まだ担当受かってない状態なのに、担当と論文同時に申し込みしないといけないというのが一般的なあのカリキュラムになっています。なんで受講料もですね、担当と論文の合体したコースを70万から80万円支払うことになると、まあ、多分最大で割引聞かせてもらう65万とかぐらいになってくるんですね。で、担当受からないと論文って受験できないんですよ、うん。なのにこの担当と論文同時に申し込ませるっていうのが、まあ、弊社としては非常になんか経済的負担も大きいし、学習も担当と論文同時にやるんだけど、いやそれ担当出ねえしみたいなものまでやっちゃうんですね。このブルーのとこもやっちゃうんで、これ非常にあの効率悪いなと思いまして、で弊社はこういうカリキュラムになってます。テックのカリキュラムはまず、皆さんの机の上に置いてあるですね、この担当合格コースっていうブルーのパンフレットあると思うんですけども、これですね、これ何かというと、この赤矢印、担当式試験の対策だけをやるコースになってます。論文は全くやりません。担当だけ突破する。なんでかというと、合格率 10% から 15% ですから、これを突破するのが大変であれば、これだけ集中して勉強すると、はい。でこれに合格された方は追加でこの青い論文だけを対策する。担当合格した方にあとプラスアルファ必要な箇所だけこの論文の部分をやっていくっていう論文合格コースというのを後で申し込んでいただくというカリキュラム構成になっています。なんで弊社 の, あのこれから始めていく初学者の方に向ける講座っていうのはこの担当合格コースしかありません。で5月を目標にするものは春生って言ったり、で12月に目標するってものは秋生っていうのがコースの語尾についてます、はい。で受講料はですね、担当だけで約25万円ぐらいです、はい。まあ、割引があるんで早めにお申し込みいただくとこの25万円ぐらいになるかなと思います。まあ30万円いかないですね基本で、合格された方は論文合格コース、一発で合格された方、これ本当は20万以上する論文合格コースをその方だけには5万円でお申し込みすることができるので、まあ、大体30万円程度で、はい、勉強ができるというシステムになってます。ちょっとかなり経済的負担が なんで意外と社会人の方うち多いですね、うん、あの学生の方って何ですか、おなんかご両親がお、ね、払ってあげるよみたいな、あそういうサポートを受けられる、あのおじいちゃんおばあちゃんとかが払ったりとか、だから70万とかは払っていただける方もいるんですけども、うん、まあうちはちょっと選ばれるんですね、だから社会人の方は社会人の方はそんな自由にできるお金少ないですからね。はい、はい。で、もう一つお聞きしたいことがあります、公認会計試験の学習をする以前に、はい、簿記、先ほど話した、財務諸表を作るために必要な前提知識、簿記の学習経験ありましたか、はい、
これ全くありませんでした。なんかよくその簿記3級とか2級取ってから目指されるような方も目指すものじゃないかなと思っている方も多いと思うんですけど、私自身は全く簿記の経験はなくてですね、でこの公認会計士講座に申し込んで初めて簿記も知ったっていうところだったので、まあ、その辺のサポートもすごいしてくれたので、 ありがたかったなと思います。私も全くありませんでした。ありがとうございます。まあレクの会計士講座はゼロ知識を前提に進みますんで、簿記の経験は必要ないということですね。結構聞かれますこれ、私結構、簿記3級取ってからのがいいですかねとかね、2級取ってから全く必要ないで、そうですね、全く問題なく、問題なかったですね、はい、はい。で在学中、まあ、大学在学中合格できた、はい、その大きな要因は何でしょうか。やはり気持ち面で絶対この大学在学中に合格したいっていう、もう気持ちを強く持ち続けたことが大きな要因だと思います。やっぱりなんか期限を自分の中で決めることによってちゃんと集中して勉強がやっぱりできたので、そこは大きな要因だったのかなと思います。はい、はい、モチベーション維持。そうですね、そうですね、基本的にやることって後に回しがちじゃないですか、はい、特にね社会人の方とかはやっぱり働きながらなん で、家帰っても疲れて勉強とかしたくないっつって明日やろうみたいな。そうですね、なりがちですね、うん、まあ体調とかね残業があった時はしょうがないとは思うんですけども、まあ、まとめてなんとか土日でそこで帳尻合わせたりとかね、うん、やっぱりモチベーション維持して必ずなんかこの日までにケリをつけるっていう期日っていう、そうですね、自分の中で決めた方がやっぱりなるほどいいのかなと思います、うんうん、確かに、はい、でここでですねちょっと監査法人と会計事務所って、まあ、巷ではよく聞く、まあ、監査法人巷ではそんなよく聞かないかもしれないですけど、はい、会計事務所はまあ、ね、街歩いててもあると思うんで、これはちょっと豆知識として覚えて帰っていただきたいんですけど、まずですね監査法人というのは、監査を主たる業務とすることを目的に、先ほどお話しした財務諸表がちゃんと作ってるかどうかを見ることを監査ですが、その監査を主たる業務とすることを目的に公認会計士の資格を持っている人が集まって、設立する法人のことを言います。はい、この監査法人、監査以外の業務にコンサルティング、M&A アドバイザリー、株式公開支援、地方自治体の経理なども行っています。はい、まあ、地方自治体の経理っていうのは、いわゆる昔のいわゆる簿記 の、 システムでやっちゃってるところもあるんで、それを、まあ、監査法人が是正したりとかですね。で、あと会計事務所っていうのは、まあ、法人個人の、税務相談、税金相談とか税務申告、まあ、代わりにやってあげたりとか、あと会計支援業務、これ何かというと経理が本来やるべきことを、まあ、会計事務所が代わりにアウトソーシングでやってあげたりとか、または経理がやってるこの仕分けっていうんですかね、簿記の処理が合ってるかどうかっていうのを聞いてあげたりとか、あ、これ合ってる、こう、あ、これ間違えてるみたいな、これも会計支援業務っていうんですけども、でそういった、税務とか会計に関するサービスを提供していきます。はい、まあ、規模はちょっと小さいとイメージした方がいいんですかね、監査法人と比べてね、はい、そうですね。で、公認会計士とか、あと税理士、ね、どちらかの資格を持っている方が独立して開業して運営されてます。うん、まあ、ね、複数人であったりとか、はい、あと一人とか ね、 そうですね、結構多いですよね、一人でね、一、はい、人でやってる方多いですよね、会計事務所は。はい、で、公認会計士の方が運営している場合は、監査、先ほどお話しした財務諸表のチェックを行う会計事務所もありますと。はい、ではまた質問に戻ります。はい、8月の論文式試験を受験後にですね、合格発表の11月まで3ヶ月何やってましたか。まあ、基本的に監査法人、8月の論文式試験が終わると監査法人が説明会を受験者向けに開くんですね。で、多くの受験生はこの説明会にまだ合格はしてないんですけど、一旦まあ勉強終わったということで8月の説明会に参加する方が多いんですが、私自身はその受験、論文式試験にすごい失敗してしまったと思い込んでいて、一つ失敗してしまった科目があったので不合格になるなと思い込んでいたので、もう監査法人の説明会には一切行かず、友人と遊んだりアルバイトをしたり、その
勉強、受験生時代できなかったことをいろいろとやって穏やかな感じで過ごしていました。なるほど、なるほど、はい、受かってたんですけどね運よく、そうですね、素晴らしいですね。で、今の監査法人に決めた理由は、レックのイベントでその監査法人に行く機会、オフィスツアーの機会っていうのがありまして、その受験生時代、まだ8月の論文式試験を受ける2ヶ月前の6月ぐらいに、その監査法人のオフィスツアーに参加する機会がありまして、それが今言ってる、今私が勤務している監査法人のオフィスツアーだったんですけど、そこで出会った職員の方が、女性の方も男性の方もすごく気さく で、上司に対してもあんまりこう、なんかいろいろとざっくばらんにあんまり気を使わずに話しているところを見て、すごい風通しがいい法人なのかなっていう印象を受けたので、もう合格発表の前からこの監査法人にしようかなっていうのは自分の中でなんとなく決めていました。なるほど、素晴らしいですね。まあ、多くの方は、はい、やっぱそういう、なんていうの、人事の方とか、はい、監査法人で勤められている方と直接お話しして、はい、あ、ここがいいなと思ったら決められる。あとオフィスツアーはそうですね、うん、行った方がいいですね。そうですね、機会があれば行った方がいい。8月の論文終わったこの3ヶ月の間でたくさん監査法人がやるので、まあ、吉田先生は大手監査法人に勤められてますけど、はい、中小規模の監査法人もたくさんイベントをやりますんで、はい、その3ヶ月間ね、たくさん見た方が、そうですね、見た方がいいとは思います。絶対いいですよね、はい、もう全然大手監査法人はむちゃくちゃ綺麗なオフィスちょっとびっくりするくらいのなんかドラマに出てくるようなレベルの、むちゃくちゃでかくてむちゃくちゃ綺麗みたいな。まあ、仮にその論文今回落ちてしまったとしても、次回に向けてのまた目標で、ああいうところで働けるんだなとか、いろいろと知る機会にはなると思うので、まあ、そういうイベントには参加された方がいいかなとは思います。そうですよね。だから学のない方が合格しても、ね、学歴とか全然関係ないじゃないですか。関係ないですね。会計士試験受かりましたっていうことだけで、うん、こんなすごいオフィスで働けるんだみたいな、うん、そうですね、ちょっと衝撃ですよね。はい、ぜひこれは見て、この3ヶ月間の間、または、そうですね、今吉田先生が言った通り、今でも実はちょこちょこやってたりするので、そうですね、担当式試験をまだ合格されてない方向けにも実はやっていたりもするので、うん、早めに勉強を始めた初期の段階で行くっていうのもいいかなと思います。いいですよね。もう全然気兼ねなく、まあ、服装とかも自由で行けるんで、うん、はい、行った方がいいと思いますよね。うん、びっくりされると思いますけどね。はい、はい。で、監査法人ビッグ4、吉田先生が、今在籍されているですね、監査法人は、4大監査法人の一つと言われています。まあ、ビッグ4って言われたりするんですけども、はい、どういった監査法人か、まず一つ、有限責任あずさ監査法人、EY 新日本有限責任監査法人、はい、有限責任監査法人東松、この東松って久しい松と書いて東松。あ、そうなんですよ。そうなんです。東松さんっていうね。はい、本当ですよ、これ。うん、はい、で、PWC 新た有限責任監査法人。はい、この4つです。この4つのどれかに優先先生います、はいはい。もちろんこの他にも多くの監査法人があります。はい、で、はい、2017年。あるアメリカの調査分析会社のですね、世界12経済大国、まあ、12カ国でもちろん日本も入ってます、ビジネスエンジニアリングを専攻する学生を対象とした、大学生ですね、大学生を対象した調査により、最も魅力的な企業ランキング、これぶっちゃけて言うと、もっと言っちゃうと入りたい企業、あなたが大学生に対して、あなたはどの企業入りたいですかっていうのを調査したんですね。はい、で、まあ、世界的規模のランキングなんですけども、はい、この4大監査法人が全てトップ10入りをしています。はい。トップ10には、Google、Apple、Goldman Sachs、Microsoft もランクインされてました。つまりですね、日本では意外とこの4大監査法人っていうのを知らない方多いんですけども、世界的に言えば、今お話した4大監査法人はめちゃくちゃ入りたい企業の一つです。トップ10入りに入ってると。なんでこれで私がちょっとやっぱりびっくりするのが、まあ、私の知り合い、全然年下の知り合いで、はい、もうなんかすごいもう天然で、まあ、あまり
こう賢くない子がいたんですけども、はい、まあ、会計士試験合格してですね、はい、就活も別に何もせずですね合格しました。あ、じゃあ面接、四大監査法人の面接行ってどれにしようかなって悩んでたんですよね、うんうん、つまり簡単にこの入れちゃうんですよね、今。そうですね、一般的な企業の就活よりはもう全然入りやすい法人、今本当に売り手市場なので、もう合格さえすれば本当にほとんどの方が四大監査法人に入れるっていうふうに言われているので、もう就職については全然こう心配することなく勉強していただきたいなと思います。そうなんですよね、まあ、大学生の方だけじゃなくて大学じゃない方のいわゆる就職活動で、履歴書たくさん書いて、まあ、最近はデータですけど、まあ、履歴書書いてエントリーシート記入して、で面接たくさん、資格説明会たくさん行って、はい、資格説明会じゃねえや、就職説明会たくさん行って、で、どれにしようかなってやってエントリーしてみたいなことをやらずにですね、いきなりこう受かったっていうことをこう証明書としてスーツ着て1回面接して終わりとか、うん、2、3回ぐらいですかね、はい、まあ、でも本当に緩い面接なので、私の時もそうだったんですけど、すごいですね、入ってくださいっていう前提で、売り手市場の時はなんですけど、うん、もちろん買い手市場の時もあるんですけど、それでもやはり基本的にもう受かれば四大監査法人入れるっていう時代ではあるので、すごく今いい時だなとは思います、はい、でこれ大学生の方がそうであって、ね、大学生じゃない方は就職厳しいかなっていう質問があるんですけど、全然厳しくないですね、うん、20代30代の方、公認会計士試験合格すれば、まあ四大監査のどれかいけますね。そうですね、これってちょっとすごいですよね、うん、Google、Apple、ゴールドマンサックス、マイクロソフトなんてそうそういけないですから、もうね、東大の理系とか、ね、早稲田とか慶応とか、そうそうたるメンバーの方が一生懸命就活して受かるようなところなのに、まあ、試験もありますしね、うん、そういうのじゃなくてなんかさらっと入れちゃうっていうね、それだけ公認会計試験に突破したっていうのをもう信用してるっていうのがあるんですね。こうね、ぜひ皆さんね、これは、ね、受験を目指してほしいですね、うん、はい。で就職したばかりのですね、吉田先生の新人時代、はい、どういった業務をやってましたか？そうですね、まず監査論という科目でも勉強することになると思うんですが、実査とか確認っていう立ち会いっていう、そういう、まあ、監査論の基本的な監査手続き、監査論で学んだ基本的な監査手続きをもう新人の頃からもう、ま、すごい任されて、びっくりするぐらい多くの業務を任されて、で私が新人の時に担当していたのが、まあ、東証一部上場の大きい会社さんだったんですけど、それでもこう新人の自分にそんなたくさんの業務を任せていただけるなんてってまずびっくりしました。でもすごくこうやりがいがあって、まあ、本当に1年目の最初からもう4月に入社したので、もう4月っていうのはすごく監査法人は繁忙期なんですけど、やはりすごい大変な時ではあったんですが、でもこう充実感はありました。なるほど、もういきなり、はい、即戦力として使われる。本当にそんな感じ、びっくりしましたそうです、ね、まあ、試験勉強の勉強のやつが、そうですね、まずベースは実務としてあったので、いいですね、はい、よく試験と実務全然違ったりするんで、はい、そこはいいですね。そうですね、そのまま使えるって、はい、そうですね、素晴らしいですね、うん、はい。新人に対するサポート体制などはありますか？はい、これはどこの法人さんでもあると思うんですけど、基本的に OJT をすごく大事にしているので、もちろん研修もあるんですけど、 OJT 面では、まあ、私が行っている勤務しているところでは、チューター制度というものがありまして、少し年次が上の職員の先輩が、まあ、常についていってくださって、いろいろと業務ので分からなかったこととか、まあ、将来のキャリアに関する不安とかっていうのをいつでも相談できる制度っていうのがすごく整っていて、安心して働けるところだなと思いました。はい、まあ、結構私業っていうんですかね、こういうなんとか士とか、まあ、税理士とか、はい、弁護士とか、そういった資格と大きく違うのが、はい、まあ、就職するところは監査法人っていうところが大きく違いますよね。まあ、監査法人ってまあ、企業みたいなもんなんですよね。そうですね、結構かなり会社みたいなもんなんで、はい、なんでいきなりなんか放り出されるってこともなく、うん、ちゃんと研修もあり、そうですね、うん、しかも、まあ、私ちょっと説明会とかいろいろ
お話しする機会があるんで聞いてみるんですけど、はい、めちゃめちゃしっかり研修しますよね。すごいしますね。ものすごい期間あんな丁寧にやってくれるんですよね、うん、だから本当に年配の方から、うん、すごく若い方からまでちゃんとしっかりサポートするので、うん、はい、働きやすい。そうですね、すごい人を大切にしている感じはいいですよね。でさらに相談相手もちゃんとあって、うん、はい、なんか定期的にお話しする、ね、先輩に相談できる機会とかもあったりとか、はい、いいですね、また、うん、いいなで現在の業務内容とでやりがいを感じる瞬間を教えてください。現在は東証一部上場の製造会社を主に担当しています。で、監査の現場で、やりがいとしては監査の現場でその誤った箇所、やっぱり会社東証一部上場の会社でもやはり間違うことってあるんですね。でその誤った処理っていうのを、こちらで気づいてあげてそれを指摘してあげるとやはりすごい感謝されますし、そういう時は、すごいやりがいを感じます。であとは、その会計処理の相談に来てくださった時に会社の方に相談された時に、自分の知識の中で、もちろん調べたりはするんですけど、その中でこう自分なりの回答を提示してそれについて感謝されることもあるので、そういった時にやはりやりがいを感じます。なるほど、素晴らしいですね。もう失礼ですけど、今おいくつでしたっけ？今ですか？もうすぐ26です。もうすぐ26で、そのね、一部上場した製造業の人たちに、ここ間違えてましたみたいな。そうですよね、ちょっと偉そうに。いやいや、全然、それだけやっぱり実力主義でもあるのかなというのはね、そう感じますね。やりがいはあると思いますね。資格やはり持って会計士の方だというふうに目で見られるので、もちろんプロ意識とかもないとはいけないんですけど、その資格持ってるだけでそういう企業の偉い方とかに話を聞いていただけるっていうのはやはり特別な立場にあるんだなと思います。三大国家資格の一つということは、むしろやっぱ年配の方の方が知られてるから、持ってるって言っただけで信用していただけるっていうのもあるんでしょうね。なるほど。もうじゃあ近年働き方改革、はい、安倍政権で今言われている働き方改革が進む中で、残業の程度やあと有給の取得率とかはどうでしょうか？残業の程度なんですけど、結構監査法人ってやはり一昔前まではすごいブラックな、企業って言われていたんですね。実際その繁忙期は、どうしても本当に大変なので、多くの会社の決算が集中するので、どうしても繁忙期は大変だったんですけど、でも今本当に働き方改革が進んで、ここ2、3年でその残業時間というのは本当に大幅に減少しました。で今でも繁忙期はその4月から6月にやってくるんですが、それでも本当に残業はきちんと管理されていて、サブロック協定の範囲内で業務ができている状況で、私が新人の時は本当に大変だったんですけど、だんだん楽になっている、ちょっと不思議な状況ではあります。で働き方改革に伴って有給取得率も本当にかなり上昇しました。何パーセントっていうのはちょっと今わからないんですけど、でもすごく有給も取りやすくなっている状況です。ありがとうございます、はい、まずあれですよね、先ほどお話しした通り財務諸表を監査するので、はい、財務諸表を作らないといけないですから、はい、そうすると日本の企業って3月が決算なんで、で4月から3月までの成績を作る財務省を作りました。でそれを監査するってことになると、大体4月から6月ぐらいがやっぱり忙しいと、はい、でお聞きした限りだとあれなんですよね、8月とかからなんか暇ってたりして、でもそうですね、季節労働みたいな感じじゃないですけど結構8月とか12月、12月決算の会社さんは別なんですけど、うんうん、基本的に3月決算を前提にすると8月とか12月っていうのは割とゆったりと過ごせる時期なので、結構その緩急がある仕事なので、なるほど休暇もその時期に取りやすいなと思います。なるほど。私の知り合いで1年目ですよ、監査法人入って1年目で8月になんか海外旅行とか行ってましたね。行く方は多いですね、皆さん大手企業の大体 1.5 倍から2倍お給料もらえるので、1000万とか普通に超えてくる方がね、なんか 7,8 年ぐらいで1000万超えてくる方が結構出てくるぐらいのものなので、取れるんですよね1年目で、はい、1年目で有給取って海外旅行とか行けるんですよね、イタリアとかフランスとか行ってましたからね。すご
で、ある方のお話で私聞いてびっくりしたのが、まあ、1ヶ月ぐらい有給取ってる方もたまにおられるっていうね。これね、一般企業できないですよ。うん、あの、うちは無理ですね。うちは絶対、うちって言ったら失礼ですけど。だからすごく、このまとめて、ね、休みが取れるっていうのも大きいですよね。いや、羨ましい。はい。監査法人で働いてる方で、はい、お子様がいる方は、はい、産休育休は取れてますか？取れてますね。産休育休については、まあ、一般企業と民間企業と比べてもすごく取りやすいと思います。で、その制度も大変整っていると思います。実際にあの私が一緒に仕事している女性職員の方でもやはり産休育休取った後に復帰されている方っていうのはたくさんいらっしゃいますので、もうその辺は本当に全然普通に取れますね。はい、もうこれは結構やっぱり会計士のところのいいとこっていうかありますよね、はい、なんか産休取られて、まあ、女性の方は産休取られて、はい、まあ仕事からかなり離れて、はい、で復帰されるっていうので、私話聞いた話だと週3ぐらい正社員辞めて非常勤にして、はい、週3日だけ監査法人みたいな、あと全部子育てやってますみたいな、うん、いらっしゃいますね、いらっしゃいます。それでもなんですかね、月収普通に2、30万もらってましたね、はい、週3日働いて月収30万って、まあそう、時給がすごくいいんですよね。だからそれだけいわゆる女性も子供を産ん でまた復帰するっていうのもすぐ復帰できるし、はい、まあ、あの会計士っていう資格のやっぱりそのプレミアム感というか、そうですね、たくさん持ってるわけではないのですぐ復帰できる、うん、でさらに、ちょっとね、はい、出勤体系とかも変えることができるという、うん、非常にこれ、ね、他の資格だとあんまり効かないので、うんうん、これは本当にすごい、そうですね、柔軟に働くことが認められているなとは思います。すごいですね。はい、では監査法人に就職してからの一番の贅沢は、私は旅行ですね。旅行、その先ほど申し上げました通り、まあ、6月と8月にすごく 2,3 週間ぐらいの長期休暇を取れるのでそこを利用して海外旅行行ったりとか、まあ、6月ですと、今年、あ、去年ですね、2019年はあの宮古島に行きました。宮古島、はい、じゃあちょっと見てみましょうかね。これはどこですか？宮古島の。むちゃくちゃ綺麗ですね。すごい天気良かったんですけど、まあ、こういうの、これが贅沢ですね、自分の中では。旅行ってことですね。旅行ですね。で、あとはまあ2年目の12月に、はい、あの同期と休暇、12月にグアムに行きました。これグアム、ね、これグアムですか？まあ、これが贅沢ですね。いいですね、はい。いいですね。旅行に行きやすいっていうのはすごくいいと思います。いいですよね。はい、あと何ですか、回らない寿司とかも食いんじゃないですか？いや、でも行ってないです。あ、行ってないですか。でもまあ食える給料で、まあ、そうですね。いいですね、本当ね、もう本当まあ贅沢ができると、はい。で、公認会計士に、はい、まあなってこれが良かったっていうのは何でしょうかね。まずはその2つあるんですけど、まず取締役会議事録などのその会社の内部の重要資料っていうのに触れる機会が多いので、外部の方が知ることのできない多くの情報に触れることができます。でなのでそういうことを読むだけでもその企業がどのような方向を目指して経営を行っているのかっていうのを勉強することができるので、それがまず良かったことです。であとは私のような若手職員であってもその経営者クラスの方とお話しする機会っていうのがとても多いので、それは会計士という資格があるからこそできることなので、本当にそれも良かったことですね。特別な立場なんだなっていうのを日々実感しています。はい、ありがとうございます、まあ、非常に本来だと触れることができないような内容的な、はい、まあ、だから守秘義務というのはすごく、そうですね、まあ、守秘義務はすごく強くあるんでしょうけどね。だから非常に面白いなと思ったのが、結構独立される方も多いですよね。そうですね、やはり監査法人で就職されて独立される方も多い、まあ、その理由はやっぱりその企業の中を見て、うん、いろいろ企業 そのこういうふうにやった方がいいみたいな相談とかも乗りながら、そうですね、内部資料とかも見るんで、やっぱり独立意識っていうのが、うん、もっと僕は上場企業じゃなくてベンチャー企業を支援したいということで
会計事務所を作って、はい、いわゆるベンチャー企業を支える人になったりとか、そうですね、まあ、そういう意味ではいろいろな刺激がすごくたくさんあるってことでしょうかね、はい、うん、なるほど、はい、今の監査法人に就職して良かったことはありますか、はい、まずはやはり一緒に仕事しているその尊敬できる上司や先輩方にたくさん出会えたということがすごく自分の中では財産だなと思います。あとはやはりいろんな会社さんを担当させていただくので、その自分自身の知見が広がったっていうのもすごく良かったです。はい、はい、まあそうですね、いいですよね。だから監査法人に就職するっていうところで、はい、まあ他の事業と比べてやっぱり会社員になったような形になりつつも、そうですね、いろんなサポートがあって、はい、でさらにいろんな方いますよね、はい、監査法人でやっぱ上昇志向のある方もいれば、はい、いや自分は監査法人にずっと勤めて、はい、ちゃんとこう、ね、支えるというか、だから組織として生きる選択をしても、はい、まあ、年収はかなりもらえるし、ね、独立してもまたやりがいが見つけて年収もいいみたいな、そうですね、いろんな働き方ができますし、そのいろんな価値観の方に触れる機会が、なるほど、あるのですごく知見が広がります。なるほど、ありがとうございます。はい、去年からね、はい、レックの講師と兼業という形になったと思うんですけど、はい、それをなぜしようと思ったんでしょうか。まあ、私は会計士という資格と出会えたことによって、その資格を持っていなければ出会えなかった多くの方々に出会うことができて、自分の世界がすごく広がったと思っています。でまた自分に自信が持てるようになったなとも思っています。なのでこれからもその実務経験、まあ、3年間今までしてきて、これからも実務で働きたいなという思いはあるんですが、それ以上にそのこの素晴らしい資格をより多くの方に知っていただいて、でこれから勉強始めようって思っている方をサポートでする立場にありたいなという気持ちが強く芽生えました。なので、まあ、今回チャンスをいただいて、その講師という仕事と兼業させていただくことを決めました。はい、まあ、今勤められている監査法人さんで、はい、まあ非常勤、はい、に変えて、でそしたらまあ兼業 OK みたいな。そうですね。あ、なるほど。その非常勤っていう働き方をやっぱり認めていただけたのもすごいありがたかったなと思います。そうですね、はい、だからどんどん働き方改革が多分一番進んでる組織って、もしかしたら監査法人かもしれませんね。今回の講演会を見てですね、公認会計士を目指したいと思った方へ何かメッセージがあればお願いします。はい、公認会計士は必ず自分の助けとなる資格だと思います。なので、まあ、監査法人に就職してまずは監査をしていくっていう道が一般的かと思いますが、将来的にはその民間大手民間企業への転職だったり、独立開業という道もありますので、本当に選択肢も多いというのがこの資格の魅力だと思います。なのでぜひご自身を信じて合格へ向けて迷わず突き進んでいただきたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。では最後にですね、吉田先生に何かご質問みたいなのありますかね。あと 数分ぐらいあるので何かあります。どうぞ。はい、ありがとうございます。私が復唱しますから大丈夫ですよ。はい、どうぞ。すみません、なるべく大きい声で頑張ります。はい、はい、なんだこの資料を見せていただいて、長期合格者もしくは合格できない人っていうのに結構当てはまりそうな、私自分が自覚があって、うん、ただ吉田先生が最初の方に、はい、はい、やっぱモチベーションを上げるために先生にモチベーションのことでも相談したりされたんでしょうかっていうこと、はい、あとやっぱ言い訳になっちゃうんですけど、はい、ちょっと私の方で今未就学児が数名いるので、はい、勉強を開始したいしたいっていうのはもう去年の夏頃から思ってて、はい、で開始するためにでも会計士って独学ってないじゃないですか、まず通わないといけない、はい、とりあえず簿記をやってるんですけど、その2級まではサクッと受かって1級ですごいつまずいてて、はい、もうすでに心が折れそうになってるんですね、うんうん、でそういうモチベーションってどういうふうにやっぱり3年かかられたって、どう維持したのかなっていうのがすごく聞きたくて、3年間生きてきたっていう、はい、
ちょっと質問をまとめますと、まあ、ちょっと長くかかる可能性が自分はあると。でそうするとモチベーション維持のために、そのモチベーションを維持するための相談というのをまず先生に、吉田先生はしたかどうかっていうのと、はい、あともう一つ何でしたっけ、簿記の、はい、なるほど、簿記1級、まあ、3級と2級はストレートで、3級は受けないで2級いきなり2級で、あ、楽しいかもと思ったんですけど、なるほど、なるほど、まあ、2級はちょっと結構すんなり合格したんだけど、で1級は今結構はちょっとつまずきそうな感じで、こういった日照簿記の、レベルでこんなに苦戦してるのに会計士大丈夫なのっていうのをちょっとぶっちゃけ、どうですか。まず1点目の質問なんですけど、まあ、レックの講師で影山先生という方がいるんですが、その方が私は早稲田大学だったの で早稲田校にちょこちょこ月に3回くらい来てくださる時があって、でその、まあ、来てくれるタイミングにでその早稲田校に遊びに行ってっていうのは変ですけど行って影山先生とお話しすることで、まずモチベーションの相談ももちろんそこでしてましたし、全然モチベーション上がりませんみたいな相談もしてたので、まあ、それはしてました。まずモチベーションの相談はしてました。でその相談をした時に実はレックの受講生でこういう方がいるんだよっていう紹介をしてくださったのが、まあ、先ほどお話しした私がモチベーションを上げるきっかけになった女性の方でした。なのでやはりレックの講師とすごく距離が近かったっていうのも自分が結局モチベーションを上げるのに良かったことなのかなっていうふうに思います。はい。で2点目、はい、正直私は簿記受けたことないんですね。正直すごいぶっちゃけな話なんですけど、で簿記の知識全くなくて会計士って目指せるんですかって、まあ、私も始めるときすごい不安だったので聞いたところ、まあ、全然大丈夫だよって言われたので、その言葉を信じて会計士講座 A って申し込んだんですけど、で確かに最初は簿記3級2級ある方が全然スムーズに吸って入ってくるのでいいんですけど、結局目標は会計士試験に合格することなので1級持ってなくても全然最終的には全く問題なかったですね。むしろ今も1級受けて合格できるかどうか別に不安というか、やっぱり1級ってかなり難易度高いので、でも2級までご自身でお勉強されてもう合格されたっていうことはすごい前提の知識がある、しかも適性がかなりある方だと私は思うので、ちょっと偉そうなんですけど、なのでその辺はもう1級逆に目指さずにもう公認会計士目指していいのではないかなとは私は思います。はい、はい、私実は3、2、1とあと全系上級持ってて、逆にあと税理士の簿記論と財表持ってるんですけど、逆に公認会計士は私受けたことないんですよ。なのに公認会計士の責任者なんですけどまず試験形態が違います。大きく日照簿記1級で、出題されている癖みたいなものって公認会計士と大きく違うので、まず、会計士受験生も日照簿記1級はかなり苦戦すると思います、うん、合格するのに。それぐらいすごくやはり簿記検定の中で最高位の資格なので合格率も 10% 程度じゃないですか。なんで、簡単に比較できないっていうのと、じゃあ勉強のボリュームどうなのと思ったら日照簿記1級よりも多いです。もちろん公認会計試験の担当式試験の方が多いので、そんな夢物語みたいなのは存在しません。1級よりも厳しい現実がもしかしたら待ち構えている。ただ合格するっていうものはそれぞれにやっぱりやり方があって、日照簿記とはまた違う効率的なやり方っていうのを、まあ、弊社の講座は提供してますから、まあ、ボリュームは日照簿記1級よりも多いんですけど、もし公認会計士の試験に合格したい、で最終的に公認会計士になりたいっていうのであれば、ぜひそれはスタートして、日照簿記1級はもう全然やめてしまって、うん、やめてしまっていいと思うんですよ全然、うん、まあ、どっちかですね、日照簿記1級が欲しいのか公認会計士の、資格が欲しいのか、どっちか欲しいものをご自身で選ぶべきだと思います。はい、では何か皆さんありますか。どうぞ。ありがとうございます。私はキャリアについてちょっとお伺いできればなと。キャリアについて、はい、会計士に向いている人、その仕事をするにあたって、はい、会計士に向いている人、私ちょっと勝間和代
勝間和代さんのように、はい、なんかミスが多い。コンサル、はい、非常勤、あの非常勤で働かれるっていうのは会計士資格があるからそういう働き方ができるのか、はい、コンサルをするのに非常勤講師で資格がないのにできるのか。なるほど、公認会計士の資格を持ってなくてもコンサルができるのか。そうです、うんうん、なるほど。まあ質問している方はちょっと、はい、ミスが多いというか細かいのがちょっと苦手。そうですね。で、うん、じゃあまあ質問を分けて、そのミスが多い人って公認会計士に向いてるかどうかっていうのと、あと、コンサルをやるのに公認会計士資格がなくても大丈夫ですかっていう質問どうですか。そうですね、まずミスですよね。その大雑把なのかなって今ちょっとお話伺ったと思ったんですけど、私自身もすごい大雑把なので、あのそうですね、まあ、もちろん計算問題は答え一つしかないので、もう1円でも間違ったら罰なんですけど、その実際監査をやるときっていうのは1円のミスとかって本当に会社もこっちも気にしないので、なんでしょう、ある程度こうざっくりその本当に重要性 の、まあその基準が超えなければ、そのまあ、会社のある程度小さい、本当に小さいミスっていうのは別にミスとして扱わないというか、まあ、ミスなんですけど、そこまでこうなんていうんですかね、1円のミスまでも見つける仕事ではないので、その辺はあんまり几帳面になりすぎない方が逆にいいのかなと思っています。はい、で 2つ目は、コンサルで食っていくのに会計士資格がない場合でもいけるのかっていう、なんでしょう、事業戦略とか、会計ってやっぱ数値面の知識、その公認会計士ってやはり数値面の知識なので、あんまりそういう経営とはまたちょっと違った知識っていう風にな分野にはなるんですね。なので会計士の資格持ってるからって会社の事業戦略とかをすぐにコンサルできるようになるかっていうと全くそんなことはなくて、またコンサルはその自分がどういう方向性のコンサルをしていきたいかで会計士試験取るべきなのかどうかって違ってくると思うんですよね。ただ私が言えるのは、その公認会計士の資格を持っていることで、やはり会計とかその財務に関するお話だったり、あと税務のアドバイスっていうのは持ってない方よりは多分あの説得力が持ってあのアドバイスできると思うので、そういうどちらの方面、どの方面のコンサルティングを将来的にやっていきたいかっていうのを明確にした上で目指すかどうかっていうのが決まってくるのかなと思います。はい、まあ、勝間さんもね会計士持ってますしね。でなんか辞めてコンサル今やってるんでしょうかね。うん、なるほど。まあ、でもなんかこう信頼感は得られるのかなとは思います。持ってますっていうだけで、あなんかこう信頼感はやはり社会的地位が高い資格にはなってくるので、信頼感は得られるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、最後イベント情報なんですけども、まあ、こういうイベントがまた直近でありますので、まあ今日も実はあるんですけど18時から、これは資格説明会です。で来週の土曜日渋谷で19時から、これはちょっと試験受けた方向けの、次の5月の対策のガイダンス、26日は社会人向けの、資格説明会になってます。あと中野と新宿早稲田でもこの日程で実施してますんで、来れる方はぜひ来てみてください。はい、それでは以上になります。はい、それでは吉田先生、お忙しい中来ていただいてどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、皆さんもどうもご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。